平成14年7月某日。なんだ今日真相だったのか知らなかったな。うそーん、真相で外されちゃったの大花かよ。なんだよ、この間久しぶりに満杯出して今日もやる気満々だったのに、まさか大花が全部外されるとは。どうふん、この店40代もあったのにどうすっかな。あん、うん、ミリオンゴッドか。爆裂 AT ってこと以外は何も知らないけど、真相だしうまくいけば大花火の後釜がどんなものか一丁試してみるか。なんだよこの台、全然回んないし全く当たらないよ。やばいな、種線が。けどこのまま引き下がるわけには。よし、これだけあれば。まだ日が出てるよ。あ、もしもし、三四郎です。どうですか、最近調子は。最悪だよ。たった今、ミリオン、に、ワン、消えたよ。え？すいません、ミリオンがどうしたんですって？だから、今日1日で20万負けたの！え、マジですか？今日1日ってまだ夕方ですよ。そうなんだよね、半日ちょいで20万がパー。いやー、20万はきついっすね。自己最高だよ。金銭感覚麻痺しちゃったっていうか、半分やけくそになっちゃってさ。途中サラ金の ATM でお金借りてきちゃったよ。せっかくコツコツ返済して残高が100万を切りそうだったのにさ。でもサラ金の ATM に走るなんて七海さんらしいですね。普通銀行行きません？まあ普通はそうなんだけど、近くにあったのがサラ金の ATM だったもんでつい。そこでサラ金行けるのはやっぱ七海さんだからですよ。やっぱ長年のサラ金通いが染みついちゃってるってことかな。いつからそんな風になっちゃったのかな。僕が最初に借金をしたのは社会人1年目のことだった。平成5年4月、バブル崩壊後沈みかけた景気が一瞬上向いたために、誰もが日本経済の素早い立ち直りを信じていた頃、僕も景気はすぐ良くなると読んで某大手証券会社に就職。これから景気はどんどん良くなります。再び証券会社の時代が来るのです。当時銀行や証券会社による金融不祥事が相次いだために、証券会社に対する新卒者の人気は低かったのだ。研修を終え僕が配属されたのは都内 H 支店の営業一課であった。この度 JR 東日本が東証一部に上場する。そこでお前ら新人の仕事は、その JR 東日本株の購入申し込み者を一人でも多く獲得することだ。分かったか。はい、はい、もしもし、この度ですね、 JR 東日本株がですね。ああ、そうですか、分かりました。またよろしくお願いします。こんにちは、ニコニコ証券の。帰れバカ野郎、俺は株屋なんて大嫌いなんだよ。てめえら詐欺師と同じなんだよ。バブル崩壊の時に株で損した人も多く、営業は簡単じゃなかった。おい、ナナミ、お前やる気あんのか。はい、あります。だったらなんだよこの成績は。
昔 NTT 株が売りに出された時なんかよ、俺なんて土日も休まず駆けずり回ったもんだぜ。おう、聞いてんのかよ。はい。たく近頃の若いもんはよ。七海さん営業向いてなさそうだもんな。いやまあ最初はね。でも意外に優秀だったんだよ。本当っすか。やっぱり営業って大変な仕事だな。俺には向いてないのかな。ちょっと休んでくか。今だったら間違いなくパチ屋へ行くとこなんだけどね。へえ、こんな本があるんだ。その本は大きな会社の役員クラスの名前から住所まで載っていたのである。待てよ、 JR 株に関心のありそうな人にピンポイントでアプローチすれば、 JR の信号機や踏切設備を製造しているメーカー、車両を製造しているメーカー、線路敷設に関与しているメーカーなど、 JR 東日本を得意先としている企業はいくらでもある。これはいけるかも。その日から僕は必死になってダイレクトメールを書き続けた。会社では宛名書きをするわけにもいかず、寮に帰ってから徹夜で書き続けた。寝不足のため通勤電車ではよく居眠りをした。駅から会社へ歩いている時も生まれて初めて歩きながら眠っちゃったのだ。そうした努力の甲斐あって、新人に与えられた最初の大きな仕事で見事トップに立ったのであった。よし、よくやったナナミ。はい、ありがとうございます。へえ、なんだかとても600万も借金する人とは思えないんですけど。俺だって思ってなかったよ、借金するなんてさ。あの頃金を使うのは彼女とのデート代ぐらいだったからね。当時僕の唯一の楽しみが月1回の彼女とのデート。彼女は僕がいた京都の大学の後輩。したがって彼女とは遠距離恋愛だったのだ。月1回といえど10万足らずの給料じゃデート代だけで半分近くなくなっちゃってきつかったけどね。給料日後の週末になると京都に向かった。マキちゃん。マコト君。マキちゃん。マコト君。今度はいつ来れるの？やっぱり1ヶ月後かな。そう。ねえ、向こうで好きな人作らないでよ。絶対浮気しないでね。当たり前じゃん。僕はマキちゃん一筋だよ。じゃあまた電話するから。うん。あまり仕事無理しないでね。体気をつけてよ。ああ。こうして束の間の彼女との時間を過ごし、再び東京に戻るのであった。帰りたくないよ。まあてな感じで、会社に入った頃は個人的には仕事も恋もまずまず順調だったわけであるが、景気の方はいまいち順調ではなかった。なあ、もしもし小泉さん、丸々自動車がですね、先日発売された RV 車が売れてるみたいで、徐々に株価が上がってるんですけど。今いくら？500円を突破したところです。もうそれ以上は上がらないんじゃないの？怖くて買えないよ。いや、この調子だと1000円を超える日も近いと思いますよ。今買わないと損ですよ。まあ君がそう言うなら、とりあえず1000株買い入れとこうか。1000と言わず2000買っときましょうよ。ちょうど今小泉さんの口座に2000株買えるだけのお金が遊んでますから。
どうしようかな。てめえ、昨日も手数料ゼロだったじゃねえか。やる気あんのかこら。一生懸命電話してるんですけど。口答えすんじゃねえ。いくら客が損しても構わねえから、どんどん売り込め。2000株買った方が絶対いいですよ。じゃないと絶対後で後悔しますよ、小泉さん。ね、ね。まあ、七海くんがそこまで言うなら2000買うか。ありがとうございます。おお、七海、よくやった。はい。営業一課の今日の目標は達成だ。二課と三課は何してる。もうすぐ午後の取引が終わる時間だぞ。あんなに断言しちゃったけど、本当に丸々自動車の壁1000円超えてくれるかな。入社した頃がどん底と思われた日本の景気はさらに悪化していた。そして次第に上司の命令やノルマがめちゃくちゃになっていった。今日のうちのノルマは転換社債1000万だ。七海、お前はそのうち200万だ。あ、はい。なあ、もしもし、ニコニコ証券の七海ですが。もしもし、七海です。転換社債がですね。どうだ、そっちは。ダメだ、あと100万どうしても売れない。そっちは。さっぱりだ。そうか、はあ、何？100どうしても売れねえだと。余ったりてんじゃねえよ。損失補填でも何でもして絶対売るんだよ。は、はい。損失補填か。会社説明会の時はうちは絶対そういうことはいたしませんなんて言ってたくせに。昔は転換社債で随分いい思いもしたけどね。最近すぐ値下がりしちゃうでしょ。買わないわ。いえ、今回は特別なんです。 100% 損させませんから。もし損したら今後一切あなたとは取引はしないわよ。はい、任せてください。とは言ったものの、この頃売り出された転換社債はほぼ全て値下がりが予想されていた。そして決済予定日、やっぱりか。97万か。仕方ないな。101万円になりましたよ。あら、たった1万しか増えなかったの。まあそう言わないでくださいよ、この低金利時代ですし。ま、ギリギリセーフってとこね。また儲け話があったら持ってきて。はい。結局身銭切って損失補填しちゃったんですね。うん、他の社員も結構自腹切ってたの知ってたしさ。それに痛いのだけは絶対嫌だったからさ。厳しかったんですね、証券会社って。当時はね、経営もヤバくなってたみたいで、上司はみんなピリピリしてるし、成績の悪い同期のやつは毎日蹴飛ばされてたよ。この給料泥棒が。すいません。まあ僕はなんとか蹴飛ばされずに済んだけど、その分確実に懐が痛んでいったわけである。そんなある日、また補填しなきゃ。あっちゃ。うん、嘘、いくらしかないんだ。あちゃ、1万かよ。これじゃ全く足りねえよ。やべえな、どうすっかな。ま、5万ぐらいなら次の給料日でなんとかなるだろう。すぐ返せるさ。平成5年8月、僕は軽い気持ちでクレジットカードのキャッシング枠から5万円を借りたのであった。まさかその後この5万円が
645万円に膨れ上がることなど知る由もなく、まあてな感じで本当軽い気持ちで借りたんだよね。利息だって1ヶ月2000円だし、日頃仕事で1000万単位の金扱ってたから5万円程度って感じでさ。まあ今じゃ僕にとったら大金だけどさ。なのに今日20万もやられちゃったんですか。なんかそのことを思い出したら気分悪くなってきたよ。今日はもう早めに健康ランド行って寝るよ。じゃあ。あ、もしもし、七海さん。20万か、当時の給料の倍かよ。それをたった1日で。ここんとこ順調に借金が減ってたから油断しちゃったな。健康ランドで一人反省会だなこりゃ。本日の収支マイナス219,800円。9月17日、噂の寝台、猛獣王が全国で一斉導入された。その真相初日、早速僕もとあるホールに向かった。台、取れるといいんだけどな。案の定、台は取れなかった。しかしすごい人だな。猛獣王の人気は予想通りであった。セム界のサンダー V2 まで満席である。もちろん誰も打ってない。ゲーム性を確認しながら虎視眈々と空き台を狙っているようである。見た感じは獣王とそれほど変わってないような。3種類のサバもそれほど差はないような。ま、実際に打ってみないと何とも言えないけど、しかし打てない方が幸いだったりして。ご存知の方もいると思いますが、僕と獣王との相性は最悪。それにこの間のミリオンでも真相では派手にやられた経緯もあるし、とはいえやっぱり打ちたいな。結構新しいもの好きの僕でも、この感じだと当分誰もやめそうにないよな。空き台が出てもライバルが多いしな。今日のところは猛獣王は諦めるか。206と。お、もしかしてあの札台じゃ。確かにその札台が206番台であったのだが、まいったな、どうしよう。はい、どうも、編集の三四郎です。どうです、猛獣王打ちましたか。いや、人が多くてさ、今他の台打ってんだ。何打ってるんです。それがね、獣王なんだよ。猛獣王が打てなくて獣王っすか。大丈夫ですか、苦手機種でしょ。まあね、でも前任者も2箱出してた札台だしさ、高設定は間違いないよ。人の行く裏に道あり花の道だよ。猛獣王の裏の道が獣王とはね。でも獣王って裏の道のさらに裏っぽいですね。嫌なこと言わないでよ。そういえば花の道って七海さんが証券マン時代に使ってた言葉ですよね。証券マン時代の話また聞きたいな。あの5万借りた後どうなったんです。あの5万ね。よし、全額引き落とされてる。初めて借りた5万円は翌月には完全返済することができた。しかし当時の僕の給料は手取り約13万、そこから5万引かれると、さらにここからマキちゃんのいる京都へ行ったら残りは約4万円か。
きついな。仕方ないよな、これでやってくしかないもんな。みんなわかってると思うが、この H 支店も営業目標を下回る月が連続するようになってきた。それはなぜか。小山田、なぜだ、言ってみろ。はあ、はい。日本経済の落ち込みに加えて、証券会社による違法行為に嫌気がさした個人投資家が市場から離れて。バカモンが、そんなこと言ってるからダメなんだ。いいか、よく聞け。全てはお前らのやる気のなさが原因だ。努力が足りないんだよ。いつも言ってんだろうが、人の行く裏に道あり花の山だ。他人と同じことしてたんじゃ売り上げなんて伸びないんだよ。分かったか。はい。もう一度言う。人の行く裏に道あり花の山だ。はい。こんな感じで例の言葉を聞かされてたわけであったが、そう簡単に花の道などはなく。こんにちは。どうだった、今度はもうちょっと増えてんでしょうね。はい、102万円になりました。2万円のプラスか。もうちょっとなんとかなんないもんなの。いや、結構いい方ですよ。結局はお得意さんに身銭を切ってノルマを達成するしかなかった。はあ、ったくがめついよな、あのおばさん。おかげでこっちはすっからかんだってのにさ。やっぱ8万円じゃとてもやってけないや。結局また借りちゃった。まあ今度は月1万のリボ払いにしたしな。1万円の支払いならなんとかなるだろう。仕事頑張ればそのうち給料も上がるだろうしな。なんて考えは甘かったのだ。こんにちは。おお、七海くん、この前買った末井商事の株は上がったかい？いえ、少し下がってます。なんだよ、七海くんが勧めるから買ったのに。まあそんなにすぐ結果は出ませんよ。もう少し待ってください。で、今日は何だい？昨日電話でお勧めしておいた転換社債なんですけど。あれあんまり気乗りしないんだよね。まあそこにあるビデオデッキでも買ってくれたら考えるけどさ。うちのビデオは別に壊れてないんだよな。しかも4万9800円なんて。はあ、損失補填じゃないけど余計な買い物しちゃったな。なんだか仕事するほどお金が減ってく感じがするよ。それにしても重いなこれ。手取り13万でも借金してしまったのに、返済の1万を引いた12万でやっていけるわけもなく、再びキャッシングに頼るしかなかった。そして嘘、あっという間に限度額の20万まで借りてしまったのである。どうしよう、今月まだ10日もあるぞ。仕方なく僕は2枚目のカードを作ることに。まあ2、30万ならボーナスでどうにかなるだろうと。この頃はまだ余裕であったのだが、期待していたボーナスも前より少ないじゃん。一時的に借金は減らしたものの、全額返済にはならず、翌月からはまたカードローンのお世話に。カードが増えればその分支払いも増えるわけで、するとますますお金が足りなくなり、またカードを作るという悪循環。カードを1枚作るたびに僕は一歩ずつ泥沼に足を踏み入れていったのであった。期待していたボーナスも前より少ないじゃん。一時的に借金は減らしたものの、全額返済にはならず、翌月からはまたカードローンのお世話に。カードが増えればその分支払いも増えるわけで、するとますますお金が足りなくなり、またカードを作るという悪循環。
カードを1枚作るたびに、僕は一歩ずつ泥沼に足を踏み入れていったのであった。そして入社2年目になると、さらに仕事のノルマはきつくなり。おい営業一課、あと手数料1万で目標達成だぞ。なんとかならんのか。はい、すぐになんとかします。おい営業一課、集まってくれ。この中でまだ自社株買ってないやついるか。え、自社株ですか。なんだナナミ、知らないのか。うちの会社の株だよ。まだ買ってないなら買えよ。自分で買っても営業成績にカウントされるんだぞ。いや、株買うお金なんてないですよ。心配するな。社員がうちの株を買う場合に限って、互助会が金を貸してくれる。株価が上がったら株を売り、その金を互助会に返せばいいんだ。ほう。こうして僕は自社株を買う羽目に。購入資金の140万は互助会から借りることに。おい、ナナミ、会中も入力したか。はい、今しました。営業一課、本日の目標達成しました。よし、よくやった。お疲れさん。なんかうまいこと乗せられちゃったけど、本当に大丈夫なのかな。ただでさえこんなに借金があるってのにさ。僕の財布のクレジットカードは片手では足りない数になっていた。カードってそんなに簡単に作れたんですか。サラ金には手を出していなかったし、大きな会社の社員ってこともあってか、審査も難なくパスしてさ、次から次って感じだったね。なんだかスロットのはしご打ちって感じですね。いや、あれははしご打ちってより乱れ打ちって感じだったね。この台はダメだ、次これもダメ、今度こそこれで決めてやる。クソ、最後にこれで大逆転してやる。完全な負けパターンだよね。そういえば初めてスロット打ったのもあの頃だったな。同期の N 君に誘われて、確か上野の店だった。お、入った。よし。へえ、うまいもんだな。目押しってんだ。慣れればお前だってできるさ。目押しか、こんなの見えるわけないよ。くそ、やっぱりダメだ。今はいくら狙っても揃わないよ。リーチ目ってのが出てから出ないと揃えられないんだ。リーチ目？初めて打ったスロットニューパルサーはチンプンカンプンで全く面白くなかった。以後しばらくスロットは打つことなかったな。今のナナミさんからは想像もできませんね。でも借金があるのにスロットしちゃうなんて、やっぱりナナミさんって感じですよね。いや、っていうかさ、借金があることってやっぱ恥ずかしかったし、見栄っ張りだったし、人には知られたくなくてね。ま、多少はうまくいけば金になるかもって思いもあったかもしれないけどさ。まだ誰にも借金のことは話してなかったんですか。親類縁者には迷惑かけたくなかったし、やっぱり自分のケツは自分で拭きたかったしさ。まだ一人でなんとかなるって思ってたんですね。まあね、とりあえず利息分さえ納めれば催促されることもなかったしさ。でもやっぱりあの頃は辛かったな。仕事以外では極力外に出ないようにしてさ、金かかるから部屋で一人で悩んでたよ。じゃあマキちゃんとも会うことができなくなっちゃったんですね。いや、え、だって会わなかったらいろいろと疑われて原因を追及されたら困るじゃない。借金のことは絶対知られたくなかったしさ。でも1回のデートで 3,4 万はかかるんでしょ。新幹線代や食事代とか。普通どう考えたって節約するポイントはそこなんじゃ。普通はそうかもしれないが、当時の僕にとっちゃマキちゃんと会えないことほど辛いことはなかったのだ。とにかく月1回のペースでマキちゃんとは会っていた。そしてある時。ちょっと突然なんだけど、
今日はうちの両親に会ってほしいの。え？ダメ？別に構わないけど、ちょっと照れくさいな。よかった。ただいま。七海さんお連れしたわよ。あ、お父さん。ただいま。こんにちは。七海誠です。牧の父です。お話は伺ってます。さ、どうぞお上がりください。はい。なんだか見かけより優しそうな人だ。よかった。お仕事の方はどうです？不景気だから大変なんじゃないですか？はい、楽ではないですね。本当はすごく大変なんだけど。東京の生活はどうです？今のところ順調です。順調なわけなく借金まみれであった。まあしかし、なんとかこんな感じで無事面談は終了。ごめんね、急に両親に会わせちゃって。いや、どのみちいつかは挨拶しなきゃと思ってたから。マキちゃんがご両親に会わせたということは、やはり結婚を意識してると思われた。その気持ちは僕も嬉しかった。僕もマキちゃんと結婚する気満々だったからだ。ただお金に余裕がなく、今まで具体的なことは考えたことがなかった。しかしこの日を境に、今のままではいけないと真剣に考えるようになったのであった。今のままじゃ永遠にマキちゃんとは結婚なんてできないぞ。なんとかしなきゃ、なんとか、なんとかしなきゃと思いつつも、僕は新たなカードを作っていた。なんとかしなきゃって言っても、仕事すれば金が減るし、かといってノルマが達成できなきゃ上司に怒られるし、今の状況を抜け出すにはまずこの会社を辞めるしかないのかな。けどな、1学年で10クラスもある大きな中学校で生徒会長を務め、高校もそこそこの進学校に通い、そこそこの大学にも入って、そしてそこそこ大きな会社にも入れたわけで、中途半端ながらも世間的には優等生で通してきたこの俺が、金に困って転職なんて、やっぱりかっこ悪いよな。この頃の僕はやたら世間体を気にするケツの穴の小さな男だった。まあケツの穴が大きいのもどうかと思うけど、できれば会社を辞めたくない。借金のあることを親類縁者に知られたくない。しかしお金が足りない。借金を増やすことでしかこの3つに対応できなかったのである。とりあえず会社を辞めたくなかった僕は仕事に打ち込んだ。こんにちは、ニコニコ証券の七海と申します。ご新規さん獲得に飛び込みでどんどん営業に回った。帰れ帰れ、仕事中だ。断られても何度も根気よく足を運んだ。しつこいね、あんたも。うちは証券屋なんかと付き合う気はないって言ったろ。しかし多少成績は上がったものの、給料は増えることもなく、増えたのはクレジットカードの枚数だけであった。カードは9枚目に突入し、借金のトータルは90万円に膨れ上がっていた。限界だよ、この会社にいちゃ絶対金は返せない。マキちゃんとも一緒にはなれない。僕はついに会社を辞める決意をしたのだった。あとはタイミングを計り、いつ切り出すか。そんな時である。はい、七海です。君が言ってた再建とはどういうものか詳しく聞きたくてね。すぐに伺います。それは何度も断られながらも足しげく通ったとある公益法人の財務担当者からの電話であった。そして僕はでかしたぞ、七海。はい、その公益法人と億単位の新規取引契約を獲得したのだ。僕の営業成績は全国第2位に躍進。支店長から特別表彰までされちゃいました。
この時僕は思った。今ならかっこよく辞められる。辞めるなら今しかない。あの部長、お話が。おお、どうした。4月末日をもって会社を辞めさせていただきます。え、なんだと。僕はついにその言葉を発したのだった。なんかもったいないですね。でもそんなに大きな仕事したら給料上がるとか特別ボーナスが出るとかしなかったんですか。それがないの分かってたから辞めたんだよ。そうなんですか。でもとにかく証券マン時代の借金はカード9枚分の90万円で止まったわけですよね。え、いやそれが辞める前にサラ金から借りたんですか。うん、まあね。それから。え、まだあるんですか。うん、会社を辞める直前僕は新たに大きな借金を背負ってしまったのである。それは僕にとっても予想外であり最悪のものとなってしまった。あ、ところで獣王の方はどうなりました。なあ、結局負けちゃった。26,000円。やっぱり獣王は裏の道にはそぐわない台なのかもね。でも早く猛獣を撃ってみたいな。獣王トータル収支マイナス34万3850円。